ちなみに他になんかガンダム好きな人とかっていらっしゃいます？選手で あんまり。コンセプト同期の戸塚と渡辺悟は大好きな。あ、なるほど。戸塚さんは強烈なオールラウンダーのお宅なんで、何でもいけるんです。あ、わかりました。いろいろあると思います、はい、ありがとうございます。東京支部4575、戸塚邦義です。お願いします。お願いします。あ、そうですね。もう本当にキモモタの代表だと思ってレーサーやらせてもらってますね。もうガリガリ、もうガチガチだと思います。もう、はい、ゴリゴリですね。もう何も深夜と一緒で、まあ、ガンダムは好きですし、もう部屋でもガンダムもあのオープニングの曲を部屋が一緒なんで2人で歌ったりとかして、なんか楽しくやってます。ガンダム、やっぱゼータガンダムが一番好きですね。やっぱり一番最初の変形型の、まあ、ガンダムとしてビームライフルをこのウェーブライダーに変形して、ここにカチッってはめる、あそこで飛んでいくシーンがすごいかっこいいんですよね、はい。アニメは何ですかね。本当にちっちゃい頃から見てて、何から見てるかな、このセーラームーンとかを見てたとか、もうそのレベルから見てて、小学校ぐらいからですかね。夕方のアニメずっと見て、中学になったら深夜アニメずっと見てって育ってきてるんで、きっかけというかもうずっと好きだったです。なんでか知らないんですけど、親にあのセーラームーンのスーファミのゲームを買ってほしいって泣いてダダをこねた記憶があるんです。なんでちょっときっかけは分かんないですけど、その記憶だけは強くあります。やっぱりセーラー、僕はですね、セーラージュピターですかね、やっぱり、はい、かわいいですよね。あ、マジですか、仲間ですね、嬉しいです。そうなんですよね、やっぱちょっと憧れますよね。なんかちょっと踏みつけられた。あ、もう嬉しいです、はい。キモいと言われることは栄誉なことだと思ってるんで、もう。はい、ありがとうございます。今節でモビルスーツで言うと、まあ、アッシマーぐらいですかね。協力は協力の、まあまあ最終まではいかないぐらい、まあ、中堅上位というのがやっぱり、深夜のはハンブラビぐらいあると思うんですけど、僕のはちょっとアッシマーぐらいですかね、足当てした感じ。リガズイぐらいで。なるほど。ちょっと時代が違ったっすよ、僕の思い描いてる時代と。となると僕ザック3ぐらいかもしれないですね。あ、まあまあいいとこだと思います。はい、はい、そうですね、乗りやすいんで、僕みたいなオールドタイプ向けな感じだと思いますね、はい。アニメ好きです。レース前はずっとアニソン聞いて集中力高めて、もう気合い入っていってるんで、よかったら船券買っていてください。ありがとうございます。今節はあれですね、 FF5 のビッグブリッジの死闘をずっと聞いてます。ギルガメッシュと戦うところで盗むで、ちょっと源氏シリーズを集める感じを想像しながらレース前集中してます。自分の好きなポーズですか。いやー、今節でやっぱりあれじゃないですか、こうじゃないですか、やっぱもうルルーシュのように。貴様だ、いいですか、勝ち釜。これ大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。YouTube なんで。これ大丈夫ですか。ごめんね、教えないでおこうかな。